まあ、大先輩のブッチャーブラザーズさんって人がいて、で私の方で60枚ぐらいの、はいはいはい、でもそのブッチャーさんの話なんですけど、あのブッチャーさんで今で言うとそうですね、あの出川さんみたいな感じの方ですごいみんなから好かれてて、ちょっと天然って言われるとこもあるような、ちょっといじられる、はい、いじられてもいるし、で、まあ、草野球、例えば草野球とか行ってブッチャーさんがベンチで見ててピッチャーがすごくダメだったんですね、その日で、ものすごいベンチから怒るわけですよ、何しとんねお前は、そんなピッチングでって変われっつって俺が投げるっつってマウンドで1球目投げたら肩外れるとかそういう服ばっかりある人なんですけど、それブッチャーさんとですね、あのうちの亡くなった相方の中島仲良かったわけですよね。なんであの中島のお葬式の時にありえないことが起こってしまって、で大体お葬式終わって次に火葬場ってところに行くじゃないですか。でそこに大体みんなバスとかで行くんですけど、火葬場に着いたらブッチャーさんが来てないってことが分かったんですよ。でその日なんかそういう人間の葬式っていろいろこの日にちの問題があって実は混んでる人があるんですよね。でその日偶然火葬場が混んでて 4つぐらい役とかあったんですけど全部混んでたんですよ。でブッチャーさんどうした、ブッチャーさんどうしたったら、ブッチャーさんお葬式終わってちょっと